ちょっとゆっくり行っていきたいと思います。幅がすごくちっちゃいんで、より小回りが効きますね。車検がないということと、税金や保険、ランニングコストが非常に安いということ、うん、こちらのブラックリミテッド、はい、E50 オリジナル仕様は一応カスタムとかしてありますので、まあまあ、車の話出張坂戸店のコーナーです。イエーイ、始まりました。始まりましたね、今回も。はい、ロアチよろしくお願いします。はい、毎度おなじみです、はい、クイーンの矢崎ロアです。はい、ロアチ、今日はですね、はい、最新 EV ミニカー事情。さあ、なんかめちゃめちゃ情報量多いんですけど、最新ミニカー EV の事情。はい、はい、私全然 EV もミニカーも詳しくないんですけど、はい、今日はですね、そんなスペシャリストの方にお越しいただいてますので、早速ご紹介したいと思います。はい、ネット五郎丸代表取締役の柏田さんです。よろしくお願いしま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 す。今日はあの最新の EV ミニカー事情をぜひちょっとお伺いしたいなと思いまして。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにこの柏田さんのネット五郎丸という会社ってどのようなことをやられている会社さんですか？うちの方では、もともと自動車販売業を20年近くやっておりまして、約3年ぐらい前から、新しいものを取り入れたりとか、他でやってないものを、はい、やりたいという思いもありまして、この EV ミニカーっていうのを、はい、取り扱いを始めたのが約3年です。はい、前からやってます。はい、今日は実はあの収録でも特集をさせていただくんですけれども、ちょっとね、今日たくさん持ってきていただいてご紹介しきれない注目の2台があるというふうにお伺いしてましてぜひその2台をお伺いしていきたいんですけれども。わかりました。はい、EV カーの魅力、はい、ぜひ教えていただきたいんですけれども。はい、わかりました。EV ミニカーの魅力としては、家庭用電源 100V で充電ができると。普通 EV 車というと専用の充電器が行ったりしますので、その辺はどちらの場所でも充電できるというのがまず一つの大きな魅力です。はい、あと車検がないということと、税金や保険、ランニングコストが非常に安いということ、あとはですね、スペース的にですね、幅がだいたい1メーター10センチ、長さが2メーター30ぐらいなんで、大きい駐車場はいらないと。自転車が 2,3 台止めれるような場所でも、スペースがあれば止めれますということで、都内なんかでも気軽にお持ちいただけるのではないかということを思ってます。はい、はい、早速今回のその持ってきていただいた2台ご紹介お願いしたいんですけれども、まず僕たちが気になっていたのは、どうしてこの黒い方気になりませんでした？これなんかクラシックカーっぽくて。そうですね、もともとですね、 eApple ですとかララとかいう車両があるんですけれど、そちらの方を、E50 オリジナルカスタムということで、うちの方で、塗装を、専用のブラックフレークで変えたり、あとアルミホイールなんかタイヤなんかをちょっと旧車風のホイールをつけたり、あとは UV カットフィルムなんかでちょっとかっこよくしたりということで、いろんな意味でカスタムしているオリジナル車両ということで販売しています。はい、ありがとうございます。ロアチ、見た目かわいいじゃないですか。めちゃくちゃかわいいですね。中も見てみますね。見たいです。はい、これまずポイントとかいろいろ聞きたいんですけど。そうですね、装備の方から言いますと、パワーステアリング、エアコン、パワーウィンドウついてますんで、乗用車とほとんど変わらないです。エアコンついてるんですか？エアコンついています。でもこれからの時期でも快適ですね。はい、そうですね、なかなかこれ見ての通り一面ガラス張りになってますんで、やっぱり昼間とか、夏なんかだと非常に直射日光で暑かったりするので、エアコンの装備なんかは必須だと思います。これ見てみると、これシートも革になってたりとか、結構内装も高級感ありますね。そうですね、内装もこういうちっちゃい車の割にはしっかりしてるというか、乗用車並みの内装になってるので、乗っていただいてる中でも、そんなに空きが来ないのかなというところはあるかと思います。ロアチ、乗ってみたらいいんじゃないですか？はい、これ私乗ってもいいですか？初なんですよ、はい、EV ミニカーっていうのを乗るのが。普通の車と同じぐらいのサイズ感でシートも、窮屈感もないです。あ、でも後ろ上はガラスだけどちゃんと、そうですね、サンシェードがついてる、日よけがついてますので、開けるともう空が見えますので、広いか、はい、全面です。うわ、早速、乗ってみたらいいんじゃないですか？これかけて大丈夫ですか？はい、さあアクセルを、はい、オンにしてちょっとゆっくり行っていきたいと思います。接近音で、はいはい、その時はこういう音。あ、そうなんですね。はい、静かですからね。そうですね。小回りがやっぱり効く、ちっちゃいから
普通の軽自動車とかも運転もちろんしたことありますけど、それよりももっとコンパクトで、すごい。で、音も静かだし、もちろん。で、ブレーキもしっかりかかるし。めちゃくちゃ笑顔です。楽しいです。こういうまあ狭い道、本当東京とかのね、住宅街とか、やっぱ私も運転してて、インプレッサとかシルビア、大きい車だとちょっと大変なんですけど、これとかすれ違いも簡単にできますよね。実際最高速度的にはどれぐらい出るスペックですか？あのタイプでですね、55キロぐらい出ます。55キロ。はい。航続距離っていうのはいかがですか？だいたい90キロから100キロぐらい走ります。あと100ボルトで充電が可能っていうお話最初にお伺いしたんですけど、はい、満充電にするまでっていう充電でいうとどれぐらい時間がかかるんですか？リチウムイオン電池のタイプでだいたい4時間から6時間ぐらいで、まあ空で満充電がそれぐらいで。まあ、随時充電していただければ、あの携帯とか、あのかスマホとかと一緒なんで、そんな時間はかからないと思います。さあ、試乗から、お、帰ってきましたね。乗り心地最高ですよ。お帰りなさいませ。大満足ですね。大満足で、ずっと一人で今車内で喋ってました、はい、結構こんなコンパクトで、なんか遅いんじゃないかなとか、意外とやっぱ性能面的に気になると思うじゃないですか、うん、全然ならなかったです。おー、はい、というわけで注目のもう一台もですね、ぜひご紹介していただきたいんですけれども、はい、こちらのお車ご紹介お願いします。はい、わかりました。こちらは当社オリジナルのモビゾー、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 モビリティ、はい、モビリティのゾー、うん、モビゾーの中の2種類グレードがありまして、ロングレンジというタイプです。はい、そのロングレンジということはどれぐらい距離が走るお車になりますか？まあ、これもだいたい100キロ前後。100キロぐらい、はいはい、こちらが2024年最新モデルで、はい、国内では、当社しか、まだ出てないと思います、はい、で見た目もさっきの車とまた違って、うん、本当に EV 近未来感のあるデザインですよね。そうですね、未来的なデザインで、はい、まあ、スタイリッシュになった、うん、形になってます。よりコンパクトで、はい、はい、じゃあそれでは中の方見ていきたいと思います。はい、失礼します。これは真ん中にシートがあって、あ、すごい、こっちはメーターが液晶なんですね。そうですね、メーターが真ん中のセンターパネルに、はいはい、液晶パネルがあって、そちらで全部管理されております。うん、なんかシンプルですね、こうやって見ると。そうですね、シンプルイズベストみたいな感じで、はいはい、これエンジンはどうやってかけるんですか？あ、これはスタートプッシュタイプになります。うん、あ、さっきのが今時ですね、はい、鍵ではなくてスタートプッシュスタートです。あとバックカメラもついてます。バックカメラついてるんですね。バック入れました。おお、うん、ちゃんとバックカメラついてる。これロアチも座ってみてください。いいですか？はい、これ後ろはもちろん人は乗れないんですもんね。そうですね、まあ、外国ですと、まあ、あの2人乗りであったり3人乗りであるので、日本ではまあ1人乗りということで。山田さん、私またこれ乗りたいです。梶原さん、あのまた乗りたいっておっしゃってるんですけど、さっきとのちょっと違いを感じたいんですけ ど、またちょっと乗ってきてもいいですか？感じがまた違うかもしれないですけど、はい、はい、じゃあロアチ乗ってきてください。はい、乗ってきます。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。おいしょ、じゃあちょっと行ってきます。これも音はさっきと同じ感じで、さっきよりはもう幅がすごくちっちゃいんで、より小回りが効きますね。やっぱ可愛らしいですね、こうやって走っている姿を見ると。可愛い女性とかに乗っていただくと本当に似合いますよね、はい、パネルも液晶1個なんで、これも見やすくて、でさっきバックモニターついてるって言ったんで、最後駐車するときに止めようかなって。はい、ということで柏田さん、はい、2台ご紹介のお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ロアチどうでしたか、乗ってみて。すごい、私本当に EV の車はほとんど乗ったことなくて、うん、でコンパクトのこのミニカー初めてだったんですけど、めちゃくちゃいいですね、はい、さっきも車内で話したんですけど、うん、私今車持ってるじゃないですか、いっぱい1台欲しいです1台欲しいこれはお買い物に行くのにめちゃめちゃ便利ですよね、うん、結構家の周りとか狭かったりするんで、そうですね、東京の駐車場とかも止めやすいですし。そうですね、はい、そんなお車、こちらの2台はちなみにおいくらで販売されていらっしゃるんですか？こちらのモビゾーがですね、ベーシックっていうのがあるんですけれども、そちらが88万円から。でこちらのロングレンジリチウム電池イオン仕様の方は128万円です、はい、こちらの方はいかがですか？
こちらも、廉価版っていうのがありまして、それがだいたい98万ぐらいからあるんですけれども、はい、こちらのブラックリミテッド、はい、E50 オリジナル仕様は一応カスタムとかしてありますので、まあ、148万。でもこんなにカスタムしてあって140だったら、ね、おしゃれ。そうですね、これはまあ限定の1台なんで、はい、そういう価格になっています。はいはい、こちらの2台のお車はかなり魅力的だと思うんですけれども、はいはい、どちらでご購入することできますか。はい、私ども株式会社ネット50で、はい、全国、インターネットから申し込みいただければ、どちらの、場所でも配送させていただきます。お、配送してくださるんですか。はい、別途費用いただきますけど、はいはい、日本全国どちらでも、はいはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ぜひお問い合わせをしてみていただければと思いますので、はい、ということで今回は柏田さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。